はい、皆さんこんにちは。ゆりんく沖縄の時間です。私パーソナリティのトーマと申します。この番組は私トーマがセラピスト活動をしていた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginoan.com です。また FM ギノワンではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますのでチェックしてみてください。ツイキャスはツイッターも連動しておりますので、たくさんのコメントやリツイートもよろしくお願いします。またスマホで聞く場合はリッスンラジオというアプリがありますので、そちらをダウンロードして FM ギノワンを探してお楽しみください。それではこの後4時半までお付き合いください。一旦 CM を挟みまして始めていきたいと思います。それでは一旦 CM です。和と洋の創作料理を食べながらワインや日本酒など様々なお酒を楽しんでみませんか？ジャズが流れる店内はちょっと贅沢な大人の空間。シェフのお任せフルコースや各種パーティープランも人気です。出会いから想像へ、感動と笑顔をありがとう。春菜創作工房中村。長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。銀座西川高級安食パン。はい、ゆりんく沖縄をお送りしております。この番組は私トーマがセラピスト活動をしていた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。はい、ということで、今週も始まりましたゆりんく沖縄です。先週からちょっと30分番組になりまして、ちょっとお伝えする量は半分になってしまったんですけども、こう質はね高まるように頑張っていこうと思っております。またゆりんく沖縄が終わった後はですね、ちょっとお友達のね大変素晴らしいセラピストのカリナさんという方がいらっしゃって、4時半からはカリナさんのラジオもありますので、よかったら聞いてください。はい、さて今週はですね、また子育てのことというか、はい、子育てなんですよ。ちょっとね癒しをテーマにこの番組してるんですけど、やはりね心の成長とかっていうのをやっぱり考えるときにですね、僕が最近やっぱりねいろんな体験して心の成長があったことで考えると、やっぱりもう育児がすごくもうメインなんですよね。この番組初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないんですが、7月に僕は待望の第一子を授かりましてね、それで妻が妊娠中の時とか、その出産した時のね体験を通して、ちょっといろんなねこんな心の成長がありましたとか、そういうのをねお伝えしてたんですけど、まあ今週もね引き続き育児を通していろいろ考えたことをね思ったことをちょっと伝えていけたらなと思いますね。育児ですね、子供育てるっていうのは僕自身も初めてなので、もう本当に勉強中なんですよ。僕40半ばなんですけども、そうなんですよ、結婚も遅かったし、この子供が生まれるっていう経験も初めてなので、本当に日々勉強中なんですね。で、将来どんな子に育てようかなとか、そういった願望って誰しもあるかもしれないんですが、僕もねいろいろ思ってましたよ。妊娠中は
ちょっと英語を話せないとちょっとこれからの時代不安だなとか、お金のことをちゃんと教えないとその人生で選択肢が減るなとか、だからこんなこと教えよう、あんなこと教えようっていっぱいあったんですよ。で、僕妊娠中もお腹の子供に向かって絵本読み聞かせしてたんですね。やっぱり浴びる言葉の量でその子の発達とか相当変わるらしいので、できるだけ言葉を浴びせようと思っていろいろやってたんですけど、いざ生まれたらですね、なんかそんなこと考えてる余裕がないと言いますかね本当にね、ああもう泣き止んでくれるだけで、ああもうやっと一仕事っていう感じで、本当に振り回されっぱなしだし、でまたね泣いてる時以外と言いますか、こう笑顔を向けてくれたりリラックスしてくれたり、そういう時はもうその喜びがいっぱいでね、教育というかしつけというかそういったのはもう頭になくて、あもうただただ可愛いな、あただただ良かった、この子がリラックスしてただただ良かったとか、もうそんなことを考えております。まあ、でね、ただ日々正直言って育児に追われてるんですけど、まあ、ただね将来こんな子にしたいって言いますか、なんていうかな、僕が辛かった経験はやっぱり僕がこのね、次の世代であるこの我が子に向けて、なんていうかね、あの時親に言ってほしくなかったなとか、あの時親にこんな態度されたくなかったなとか、そういったことは我が子にはしないでおこうとか、やっぱそういうことを考えるんですね。なのでいろいろね、育てるっていうのは本当にいろんなこと考えましてね、もう奥が深いなと思いますね。それでまあ今日はね、話したいこと実はいっぱいあるんですが、本当に全部は話せないんですが、まず僕に起きた変化からお伝えしようかなと思いますね。僕ね、子供って正直嫌だったんですよ。嫌ってどういうことかというと、嫌いっていう意味ではなくて、どう接していいかわからないって思ってたし、愛情たっぷりに接することができないかもしれないと思っていたんですよ、実は。だから子供を授かるっていうことに多少不安は結構あったんですが、それ何が不安だったかというと、自分の子供だからといっておしっこかけられたくないなとか、うんこの世話できるかなとか、手間暇かかるよだれとか、なんていうの、そういうそのゲロとか汚いやつ、僕そういう人の汚いやつって苦手なんですよ。だから俺は果たして愛情たっぷりこの子に接することができるのかなとか、そういう不安はありましたね。ところがね、僕に起きた変化としては、そのうんちとかさすいませんね、公共のラジオで汚い言葉を発信してますけど、まあそのね、うんちやらおしっこやら、そのミルクゲボったのとか、これがね、もう不思議なことに汚いとは思わないんですよ。当然うんちとかはお物として認識はするんですけど、全然ね、その生まれる前の自分とは全然感じ方が違うんですよ。うちの子ね、便秘がちになって1日に1回もしない、便をしないっていうことがザラにあるんですね。だからめちゃくちゃ心配になって、それで助産師さんに教えていただいたり YouTube で調べたりして、その便の出し方ですね、肛門を綿棒とかでね、オイルとか塗って優しく刺激したり、こういう風にするって、まあいろいろあるみたいなんですけど、まあ、それで便を出してあげると、それでもうお腹がね張った状態だと、その本人もねずっとそわそわしてふぎゃふぎゃやるんですね。まあ、なのでこちらも必要に迫られてやるわけですけど、先日ねそれやったところ、僕生まれて初めてね
この赤ちゃんのね、ちょっと汚い話なんですけど、すいません、あらかじめ断っておくんですけど、そう、便を指にかけられてしまったんですね。とても勢いよく出てきて、便秘だったからね。それで僕はわ汚いとかやめてとかそんな気持ちにならなかったんですよ。あ、よかった出たっていうのもあるし、うんこって当然誰がしようが汚いですよね。アイドルがしようが赤ちゃんがしようが汚いんですよ。大腸菌の塊だからね。でも僕はその受け止め方がもう全く重くないんですよ。あ、やられちゃった、しょうがないなこの子はみたいな感じで、そんな気持ちだったんですよ。僕ね、こういう人のさ、こう排泄とかさ、やっぱこういうの、まあ僕は特に嫌だったんですよ。汚いからね、嫌だったんだけど、もう全然そう思わなくて、ああやったなこいつみたいな感じでね、思ってたんですよ。これがね、僕にとってはすごく大きな変化。なんでこんなに自分は変わってしまったんだろうって考えると、やはり先週もお伝えしたんですけれども、妻の出産に立ち会ったことはでかいと思ってますね。妻の出産に立ち会ってどう感じたかっていうのは一応先週ね、詳しくお伝えしたんですけど、もうとにもかくにも人間の極限状態にずっと付き合ったんですよ。で、妻は初産で11時間以上かかったんですけど、ずっと僕は付き添っていたんですね。それでずっとお手伝いサポートしたりしてたんですけど、やっぱり人間の極限状態をずっと見せられて、で自分もそれにできるだけ付き合って一生懸命サポートしてやってたら、そんなうんこが汚いとかっていうのが本当にね、あ、こんなの問題にもならないよっていうぐらい本当に些細なこととしか思えなくなってるんですね。だから男っていうのは子供ができる時に正直って何の苦労もしないじゃないですか。お腹が大きくなるっていうこともないし、便秘がちになったりで、本当にね、便秘したら死活問題なんですよね、妊婦さんって。僕は目の当たりにしたんですけど、もう便秘になっただけで歩けないぐらい腹痛になって、本当に妻はかわいそうでしたけど、もう男ってそんな苦労しないんですよ。だからちょっと間違えたら子供が生まれるのはなんか楽なんだと言いますかね。全然そんなこの程度なんだって思うかもしれないですね。ただ出産に立ち会ったりすると、あ、本当に人間っていうのは死にそうに なりながら産むんだなとか、死にそうにならなくてもこんなにありえない痛みを乗り越えてやっと生まれるんだとか、そういうのがね、なんて言いますかね、分かるだけでも男にとっては相当な財産ではないかなと思いますね。すいません、話を戻しまして、そういうね、出産の立ち会いが大きかったと思うんですけど、何も汚いとは思わないですね。そういう変化があって面白いなと思いましたね。で、あとはね、赤ちゃんって言葉使わない、まあなんていうか言語使わないじゃないですか。あーとかしか言わないんですよ。だからでもこっちに伝えたいことは山のようにあるんですよ。はい、ちょっと寒いとか、ちょっと抱かれ方が居心地悪いとか、お腹が空いたとか小腹が空いたとか、眠たいとか、伝えることは山ほどあるんだけど、言語使わないからもう相手するこっちとしてはもうすごく苦労すると言いますか。赤ちゃんゆうくんって言うんですけど、あ、ゆうくんどうしたいの、あ、お腹空いたの、あ、それとも抱き方が悪いの、こうかな、あ、もしかしたらこうかな、あ、もしかしてミルク飲んだばっかりだったら、ミルク飲んだばかりだからちょっとね、体はこの角度だと苦しいかな、ちょっと起こしてみようかなとか、
で起こしたら起こしたらで30度ぐらいがいいの、45度ぐらいがいいの、60度ぐらいがいいのって言って、この微妙な体の傾きでも違うって思うんですよ僕は。僕たちもね、お酒しこたま飲んだ時に吐きそうだってなって、ああもうちょっと体の角度、楽な姿勢を自然に取るじゃないですか大人は。でも赤ちゃんは自然に取ることができないわけですよ。完全にこっちがそういう主導権って言いますか、こっちがやってあげないと楽な体勢にはならないわけですよ。だから赤ちゃんは伝えたいことは山ほどある。じゃあそれをどうやってこっちは分かってあげるかっていうのを、もう日々日々僕はもう毎秒毎秒観察してですね、分かってきたんですけど、赤ちゃんって手を振り回したりするんですよ。で僕はこういうちょっとした仕草って、あ可愛いなとか意味不明だなとか思ってたんですけど、やっぱりね赤ちゃん意味のないことはしないんじゃないかなって最近思うんですけど、言葉使えないからといってね、なんていうかね、願望がないわけではないんですよ、意思がないわけではないんで、手振ったら伝えたいことがあるんですよ。だからちゃんとね本能でやってるんだとは思うんですけど、こっちに伝えたいことをアピールするんですね。で右手でも左手でも縦にブン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 振るんですよ。あこの子はなんか伝えたいことがあるんだって僕はキャッチして、んゆうくんどうしたの、さなんか手振ってるね、どうしたのってなんていうかな、注意を向けるんですね。でその時その時で、まあもちろん要望は違うんですけど、ああもうお腹空いたのかとか、あ手ふね振ってると思ったら君おしっこしてたね、あごめんね気づかなくてって言って変えたりねしますね。ね手振りブンブンがなんかなんていうかな、この要望をねアピールする、まあ一番わかりやすいやつですけど、あと表情ですね。ほうれい線ですよ。鼻の脇からね口角にかけて線が入るじゃないですか。でこれが嬉しい時も入るし、不快感感じてる時も入るんですけど、やっぱり表情は大人だろうが赤ちゃんだろうが僕は共通してると思うんですよ。感情が表に現れてるって思うんですよ表情って。だからあこの子なんかおとなしくしてるなと思ったら、なんかぐにゃーってぐにゃーって表情ね曲げてというか、なんか嫌な顔してるなって思って、どうしたの、なんか不快なの、何か不愉快なことあるのって注意を向けたりするんですね。まあ、そうしたらやっぱりねその時は分からなくても、そういえばうんこ出てないなとか、結局そのね、例えば大人でもうんこが出ない、おしっこ我慢してるってなった時に、一番本能的な表現はどうなるかなって言ったら、やっぱりうめき声とか体胴体をねじるとか、そういうことになると思うんですよ。僕想像してみたら一応そうなるんじゃないかなと思って、そしたらねやっぱ子供のその表情とか体のよじり方とか見てたら、あこの子なんか体の中で何か感じてるんだろうなとか、そういうのを思ったりしますね。あとは体をねじるって言いましたけど、そのね体に強い力をかけたり、逆にリラックスですよ。体に一切力を入れてない、だからそれで何を感じてるかっていうのを感じ取る、そういうことが分かるようになってきましたね。何か感じてるときは体のどこかに絶対力が入ってるんですよ。よく分かる例としては、赤ちゃんがすやすや寝てるときにちょっと手をね下から手のひらで支えてちょっと地面から離して、パッて離したらポテって重力のままそのままポテって手がね地面につくと思うんだけど、これって力が入ってないじゃないですか。逆に力入れてたら持ち上げる時も抵抗あるし、手を離してもポテって落ちないでそこに留まったりしてるし、もしくはブンブン振るとかになるんですよ。だからその力みと
脱力っていうのにちょっと注意向けたら、あ、この子力んでるなと、抱っこしておとなしいと思ったら力んでるな、全然あのリラックスしてる状態とは全然違うんだなって分かったらですね、あ、何感じてるのかなとか、あの注意を向けることができるんですね。まあ、なので、本当にいろんなことに注意を向けてですね、あの育児って言いますかね、あの赤ちゃんのお世話をさせていただいてるんですけど、本当にねこっちがめちゃくちゃどんどん成長していくんですね。あのちょっとね、まあ本題からそれているのかいないのか分かんないですけど、この育児を通してだんだん見えてきたことっていうのがあるんですよ。こういうね、相手が何を言いたいのかなって、そういうのをね、キャッチする訓練を日々僕はやってるんですけど、あのね、可愛いからどんだけ手間暇かけてもいいって思うし、手間暇をかけるからこそどんどん可愛くなってくるんですよ。これはね、愛情と一緒なんですね。愛情とか愛着っていうのは手間暇のかからないものに対しては愛情も愛着も落ちていくんですよ。でもこっちが意識的に手間暇かけたら、どんどん愛情も愛着も湧くんですね。だからこれはコミュニケーション、対人関係でも一緒なんですね。恋人同士とか夫婦とか親子関係いろいろあると思うんですけど、こっちが手間暇かければかけるほどこっちも愛情が湧いてきて相手といい関係になっていくので、この手間暇かけてね、やってるんですけど、それで僕思ったんですよ。赤ちゃんめちゃくちゃ可愛いんですね。もう赤ちゃん可愛いですねって言われたら、あ、いえ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 っていう言葉出ないんですよ。あ、そうですよね、めちゃくちゃ可愛いですよね、もう自慢の子なんですって言うんだけど、こんなに可愛い時期、こんなに可愛い存在を見て、あ、僕もそうだったんだなって思うようになったんですよ。そしたら やっぱりね、僕はね、親との関係でいろいろあったんですけど、あ、自分も相当な愛情を向けられてきたんだなっていうのがやっぱり理解してきたんですね。まあ、なのでその子育てを通して、で手間暇愛情を通して、それがね、ちょっとなんて言いますか、入り口となって自分を振り返ってみると、そうしたところ、あ、自分はなんて素晴らしい人生を送ってきたんだろうか、もう育った時点で僕っていう存在は愛されてきたからこそ育ってるんだとか、まあ、赤ちゃんは勝手に育つという言葉もあるんですが、まあ、それはもう人それぞれ感じ方あると思うんですけど、ね、親との関係いくら、ね、いろいろごたごたあったかもしれないけど、僕もこんなに可愛い存在だったんだから相当愛されてきたんだなっていう気持ちになってね、いろいろ気づきがありましたね。あ、すいませんね、もう伝えたいことはまだまだあるんですけどね、いや、続きがあるんですよこの話は。また来週お話ししたいと思います。そろそろエンディングが迫っております。そろそろエンディングのお時間です。本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。今日はね、子育てを通して自分の変化とかね、気づきをね、お伝えしましたけども、また来週続きをしたいと思います。パーソナリティはトーマでした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。